Hi everyone in the world. Yahoo minna, Mochi sensei desu. N4 listening I was always doing N5, but this time for the first time N4 the real JLPT N4 listening practice by audio. First I will play the audio and I want you to think the answer but for the people who don't get the correct answer or who don't understand the question I will play the again with explanation so if you perfectly understand and if you want to move on to the next question just skip the explanation and go to the next question. Alright well then Kudasai! good luck let's get started Hajime yo デパートで女の人と店の人が話しています女の人が見たいのはどの時計ですかすみませんその白い時計を見たいんですがこちらでしょうかいえ一番上のじゃなくて上から2段目のですはい小さいのと大きいのがありますがどちらでしょうか小さい方です はい、こちらですね。ありがとうございます。女の人が見たいのはどの時計ですか？はい、そう、女の人が見たいのはどの時計ですか？Question. What do you think? 答えは三番です。 The answer is number three. Did you get it correct? If you made a mistake, don't worry. I will explain everything. So let's hear it a g a i n 一番。デパートで女の人と店の人が話しています。女の人が見たいのはどの時計ですかすみません。その白い時計を見たいんですが。こちらでしょうかいえ。 一番上のじゃなくて、上から二段目のです。はい。小さいのと大きいのがありますが、どちらでしょうか小さい方です。はい。こちらですね。ありがとうございます。So the woman asks, すみません。その白い時計を見たいんですが、I want to see that white watch. こちらでしょうか い,いえ、一番上のじゃなくて、上から二段目のです。The second row.And then, after this part is the answer. はい、小さいのと大きいのがありますが、どちらでしょうか小さい方です。小さい方 is the answer.So the second row, smaller one is the answer.3 番が答えです。 2>, 2番2番女の人と男の人が話しています。二人はこれからどこへ行きますかこれからどこ行く本屋へ行かないそうね。でもさっきデパートで買い物したら少し疲れちゃった。服を選ぶのに2時間もかかったからね。 じゃあ、喫茶店でコーヒーでも飲んで、それから本屋へ行こうか。うん、そうしよう。あ、それから本屋へ行った後でスーパーにも行っていい晩ご飯の材料を買いたいから。うん、いいよ。二人は、これからどこへ行きますかはい。 ということで、二人はこれからどこへ行きますか ?From now on, where are they gonna go?So, what do you think the answer is? 一番は、it says some circle circle, デパート。So、s o it's a department store.And number two, it says coffee.It looks like cafe.And number three, book.I think it's a book store.And ナンバー e r four is スーパー。r ー u p e r m a r with the picture of vegetable and fish and meat and stuff.So, the answer is Yes, 二番。はい、二番です。二番が答えです。Now, let's hear it again. 二番。女の人と男の人が話しています。二人は これからどこへ行きますかかここれからどこ行く本屋へ行かないそうね。でもさっきデパートで買い物したら少し疲れちゃった。服を選ぶのに2時間もかかったからね。じゃあ喫茶店でコーヒーでも飲んでそれから本屋へ行こうか。うんそうしよう。あそれから本屋へ行った後で。 スーパーにも行っていい晩ご飯の材料を買いたいから。うん、いいよ。The woman asked, これからどこ行く ?And the guy said, 本屋へ行かないそうね。でもさっきデパートで買い物したら、少し疲れちゃった。And this part is the answer. じゃあ、喫茶店でコーヒーでも飲んで、 それから本屋へ行こうか。喫茶店、カフェでコーヒーでも飲んで、それから、and then 本屋へ行こうか。うん、そうしよう。And you 3番3番 3> レストランで店の人がお客さんに話しています。 店に来たお客さんは、まず、何をしなければなりませんかいらっしゃいませ。お二人様ですか大変申し訳ありません。ただいま、席がいっぱいでして。こちらにお名前をお書きいただいてから、あちらの椅子にお座りになってお待ちいただけますか席が空きましたら、お名前をお呼びします。 店に来たお客さんは、まず、何をしなければなりませんか ?Okay, so the question was, 店に来たお客さんは、まず、何をしなければいけませんか ?First one, it says, 食事をします。Second one, 紙に名前を書きます。Third one, 椅子に座って待ちます。and fourth one, 店を変えます。答えは2番 !2 番です。紙に名前を書きます。Let's hear it again.3 番レストランで店の人がお客さんに話しています。 店に来たお客さんは、まず、何をしなければなりませんかいらっしゃいませ。お二人様ですか大変申し訳ありません。ただいま、席がいっぱいでして。こちらにお名前をお書きいただいてから、あちらの椅子にお座りになってお待ちいただけますか席が空きましたら、お名前をお呼びします。 ただいま席がいっぱいでして、こちらにお名前をお書きいただいてから、あちらの椅子にお座りになってお待ちいただけますか ?So the first thing you have to do is、こちらにお名前をお書きいただいてから。Write a name in here.So the answer is number two 紙に名前を 書きます。4番学校で日本語の先生と男の留学生が話しています。男の留学生は来週の授業に何を持ってきますか来週は皆さんの家族について 日本語で話してもらいます。ですので、家族を紹介する作文を書いて持ってきてください。わかりました。先生、家族の写真を持ってきてもいいですかみんなに見てもらおうと思うんです。ええ、写真があるとわかりやすくていいですね。はい。じゃあ持ってきます。それから、 教科書は持ってきた方がいいですかはい。後で教科書も使いますから持ってきてください。わかりました。男の留学生は来週の授業に何を持ってきますか男の留学生は来週の授業に何を持ってきますか ?What do you think? はい。The answer is all of them.1 番。So、hear it one more time. 4番。学校で日本語の先生と男の留学生が話しています。男の留学生は来週の授業に何を持ってきますか来週は皆さんの家族について 日本語で話してもらいますですので家族を紹介する作文を書いて持ってきてくださいわかりました先生家族の写真を持ってきてもいいですかみんなに見てもらおうと思うんですええ写真があると分かりやすくていいですねはいじゃあ持ってきますそれから 教科書は持ってきた方がいいですかはい。あとで教科書も使いますから持ってきてください。わかりました。Teacher said 家族を紹介する作文を書いて持ってきてください。And second one The student asked 家族の写真を持ってきてもいいですか ?And the teacher said ええ。 So we already have text and picture here. And the last part, the student asked to the teacher. それから教科書も持ってきた方がいいですか? And the teacher answered, はい。あとで教科書も使いますから持ってきてください。Please bring the textbook too. So the answer is all of them, which is number one. <laughs> well done, guys. One more question.5 番。電話で男の人がバスを予約しています。男の人はどの席を予約しましたかはい、桜バスでございます。あのー、あさっての午前7時に東京へ行くバスを 二人分予約したいんですが。はい。あさっての午前7時、東京へ行くバスをお二人ですね。席は隣がよろしいですかええ、お願いします。あ、それから、前の方の席がいいんですが。申し訳ありません。前の方だと、お二人別々になるんですが。そうですか。じゃあ、後ろの席でお願いします。 はい、かしこまりました。男の人はどの席を予約しましたか right, so, 男の人はどの席を予約しましたか ?Where did this man reserve the seat?Let's see the picture.Number one is separate seat.Number two is separate seat in the front.Number three. The seat together in the front, and number 4, seat together in the back. They clearly say the answer. I hope you understand and heard it. The answer is 4番, number 4. Now let's hear it again. 5番 予約しましたか。かはい、桜バスでございます。あのー、明後日の午前7時に東京へ行くバスを二人分予約したいんですが、はい。明後日の午前7時、東京へ行くバスをお二人ですね。席は隣がよろしいですか？ええ、お願いします。あ、それから前の方の席がいいんですが。 申し訳ありません。前の方だとお二人別々になるんですがそうですかじゃあ後ろの席でお願いしますはいかしこまりました席は隣がよろしいですかえお願いします So the answer is gonna be three or four just two options and he requests 前の方の席がいいんですが姿勢申し訳ありません前の方だとお二人別々になるんですが if you choose the front seat you guys can be separate seat then he said そうですかじゃあ後ろの席でお願いしますはいかしこまりました Do you guys know what カシコマリマシタ is? This is a really formal form of ワカリマシタ.ワカリマシタ, more formal like in business situation is gonna be ハイ、カシコマリマシタ. You will hear this phrase a lot in, for example, in a restaurant when you order something, the waitress say Like this. Well so how was it guys? how many questions did you get correct? Please tell me on the comments and uh, if you are still in the n5 level it's a good opportunity to challenge n4 and as you can see n4 is much more faster than n5 so don't try to like skip to do n4 first just complete the basics of n5 and then move on to n4 okay? Well, thank you for watching till the end and I hope you guys learn a lot from this video. Please subscribe and push like button. See you guys in the next video. Bye. Mata ne.